般社団法人新潟県学校会会長兼アルデックス競馬応援会会長唐沢昌郎様。ありがとうございました。
15名有力選手より挨拶をさせていただきます。どんな挨拶をしようかすごく迷ってたんですけど、今一番伝えたいことは、皆さんに対する感謝です。いくら考えてもやっぱりそれしか出てこなくて、パートナー企業の皆さんもそうですし、今日まさに今これだけあるグループの中でも残って、僕たちを最後まで、拍手で、思いを伝えてくれている皆様、本当にありがとうございます。今シーズン僕たちは一つ、目標を掴んでみました。本当にこの日をみんなが目指し続け、ようやく勝ち取ることができましたが、これはスタートラインです。来シーズン J1 でどういう戦いをするのか、僕たちはそこを見ながら今シーズン戦ってきました。もちろん厳しい戦いではないと思いますが、今更バタバタせず、今年の自分たちの戦いに自信と誇りを持ち、来シーズンもこの日本一のサポーターの皆さんと戦っていきたいと思います。ぜひ来シーズンも日本一の熱い声援をよろしくお願いします。サポーターの皆さん、毎試合熱いご声援をありがとうございました。この後、選手スタッフが感謝の気持ちを込めて場内を一周いたします。新型ウイルス感染予防関係からスタートから選手会の皆様プレゼントなどのお渡しはお借りをさせていただいております。選手たちへのI'm sorry.